こんにちは。匿名です。花店には時々参加させてもらっているんですが、トモロークでは初めましてです。以前、竹中さんが、飲み屋のお姉様方のあるあるが聞いてみたいって言ってたので、私の体験談をお話し,しようと思って、ただ恥ずかしいので、今回匿名にしますね。そう、私、飲み屋のお姉さんだったことがあるんです。子供を抱え、お昼はジムのお仕事、夜は 飲み屋で働いてましたいらっしゃいませ飲み屋って本当に色恋が起きてるんです私の源氏名はあやかでしたあやかさん3番席ヘルプでどうも初めまして最近入りましたあやかですほほーこんなウイウイシーコが入ったんだなはずきそうなのよまだ 20代前半なんですってあそうかあれ葉月さんこのお客さんの時明らかに他のお客さんと態度違うおおさてははあなるほどねはははは葉月さんは草草会社のモリ,モリ課長とねはあそういうことかまあこんな感じで暗黙の了解で女の子にはそれぞれ特別なお客さんがいるように見えました。 それがどういう関係なのかは人それぞれご想像にお任せします。そんなある日。いらっしゃいませ。ああ、彩やかちゃん、今入ってきた人たちはとにかく盛り上がり体系のメンバーだから、たくさんお酒飲んでね。あ、はい。はじめまして。あ、はじめまして。若い5人組。私と年齢は近そうです。 何件目でしょうかもうだいぶ酔っ払ってましたねその中の一人の一世特にタイプではありませんでした綾香ちゃんかなんかとってもうゆしいね私こういうお仕事初めてでえそうなんだへえああもう無理して飲まなくていいからこれ水これ飲んどいてもうお酒飲んだことにすればいいからさ ああ、一星、お前ちょっと何いい男っぷりを見せようとしてんだよ。もうそんなことないし、あやかちゃんまだ入ったばっかりで、こんな扱いしたらかわいそうだろう。俺あやかちゃんめちゃくちゃタイプだな。とてもストレートな人で、ドキッとしたのは確かです。私も彼氏いなかったし、伊勢さんも独身だったし、数日が。いらっしゃいませ。 そうですか。あやか、指名だよ指名。え、一成さん、あ、なんか一人で来ちゃった。あ、ありがとうございます。私指名初めてです。本当。えー、なんか嬉しいそれ。ね、あやかちゃんどうしてこのお店で働いてるの？え、それはまだちょっと言いたくないかな。あ、そっかそっか。わかった。じゃあさ、教えてくれるまで通わないとだな。 僕、来られる時は来るからさ、染まらないでね。うん。前とは違い、何これいい雰囲気どうしよう私、本気で恋しちゃいそう。そして私と一星は、付き合うのか付き合わないのか、そんなギリギリのラインを楽しみながら、半年が過ぎていったんです。今日は来るかなーって、お店に出勤するのもなんか楽しくなっちゃって、さらに半年も経つと、 私はこの業界の酸いも甘いもを理解して、私を指名してくるお客さんも増えていっていました。ここからがこの商売の醍醐味ですね。いっせ、今日も来てくれたんだね。ああ、どうしてもや香ちゃんの顔見たくってさ。彩かさん、ご指名です。ああ、ごめんね。指名入っちゃった。来てくれたばっかりなのに、すぐ戻ってくるからね。これですよ。 このやりとりがたまんないんす。え、私変です好きな人に私あなた以外にもモテてるのよってところを披露できるなんて、この仕事の特権だと思いませんえ、どっか行っちゃうのっていう柴犬のような一生の目、今でも覚えてます。そして私は結局、一世とは何にもなく、働く場所を少しランクを上げ、お店を変えたんです。そう、私は、 どんどんと染まっていったんです。染まらないでねと言ってきた一生の言葉とは裏腹に。新しいお店に一生は来てくれませんでした。そして私は再婚をしました。あの時一生と。今幸せですが、時々考えることはあります。なんででしょうね。 初めて指名をくれた人だったからかなお客さんの中で一番純粋な人だったからかなだって本当に私と一世の間には何もなかったんだもの「ラジオネーム匿名」「匿名ローグ男女編」「初めての指名客」お届けしました。